無事にホテル見つけました。まだ高城市です。で、高城駅の近くのホテルに泊まることにしました。今洗濯してます。4時15分ぐらいですね。窓からの景色は、はい、高城でーす。明日は多分まだ足はちょっと痛いんですけど、前より全然痛くないので、明日歩けたら歩きたいなって思います。で、こんな感じですね。あ、今は はーい。